入った。やるからにはやるわ。やるから怖いわ。よし、まず英語開始。ヤマト、まず問題が何言ってるのかわからない。それは絶対遊びたい。うん、そうする。勉強することは分かったけど、でもトレーニングもなるべく減らしたくない。今私はまだまだ伸びないといけないの。半月だって欲しいのよ。それすっごい助かるわ。でもいいの、ヤマト、そんなにしてもらって。え、なんで？あ、そうそう、それさっきファミレスで聞こうとしたのよ。最近聞いてないけどさ、ヤマトはどうなの？夢。この日本を変えてやるとか言ってたじゃない。おお、いいじゃない。二人で勇往邁進よ。よーし、ダッシュしながら帰ろうっと。駄菓子屋行こうぜ。ピックリマンのキラー当てんぞ。お、なんだお前。俺たちと一緒に遊ぶか。え、女の子と遊ぶよりヤマトたちと遊んだ方が楽しいわ。
ちゃんが引き取ってくれた。それでね、陸王っていうやつが俺はコックになるって包丁いじっちゃって。わんこ泣き虫だからいじめられてたろう。たっちゃんがいるから平気だったよ。たっちゃん、俺たちも守ってくれる？イエーイ！俺またうめえ棒当てりー！そんなにいっぱい当たりが出るのよ。俺とヤマト仲間、ワンコ一人だけ仲間外れ。今頃多摩川では花見が綺麗だろうな。ごめんね、こんな時に。確かに私のことはいいから花火見てきて。俺が花火買っておくから、ワンコ治ったらやろうぜ。ごめんね。ごめん。なんだよ、どちらにせよ泣いているとは。お前ら元気のいい三人だな。でも俺の店の前で遊ぶな、バキャロ。それ退却。待ってよ。ったく、バキャロが。あの風間ってのは悪ガキになりそうだぜ。バレンタインのチョコ。海だ。着替えようっと。そうなの？私はあったかいから湯たんぽの代わりになるよ。寝返り打たないでって、痛い痛い。おいてめえ風間、クラスの女子に少し人気あるからって調子乗るなよ。別に乗ってねえよ。お前が勝手に怒ってるんだろ。け、覚悟しろ。ぶっ飛ばしてパンツ脱がせて泣かせてやるぜ。へへへ。面白いな。喧嘩は負けたことないぜ。そりゃ今までの相手が弱いからだ。俺様は強えぞ。ヤマト、どうしよう。面白い、上等じゃねえか、ヒョロヒョロ野郎。お、なんだこれ、落とし穴。
いい眺めだな。行くぜこら。いや、おめ、卑怯だぞ。こんのガキャー、負けるかこら。うん、こっちこそ。言うだけあって強いな。捕まれたらもう最悪だぜ。お前もすげえな。俺様相手にこうまで、初めてだぜ。え、なんで二人とも笑顔なの？そのセリフ、かっけえな。男の意見だな。なるほど、俺様も使おう。俺様たちも遊びに混ぜろよ。島津ガクトだ。んで、こいつも入れてくれ。ダチの諸岡拓也、よろしくね。おう、歓迎するぜ。ダルル、なんだこの生物は。面白い生き物だ。よろしくな、おい。仲良くやろうね。私も仲間に入れてもらおうか。はじめは用心棒だけのつもりだったが、なかなか居心地が良さそうだからな。思ったんだけどよ、俺の軍団って無敵じゃね。ヤマトだけなら策はあっても暴力が足りないが、モモ先輩やガクトがいる。モロだけだとゲームに偏りがちな知識がミヤコがいることで文芸系もカバー。割と大人びた俺たちだが、ワンコロ純粋さは天然記念物ものだ。そしてこの俺がみんなをまとめることにより一つになる。なるほど、確かに私たちが揃えば無敵だ。おお、何でもできるな。だが修正したい点が一つ。ああ、それは私も同感だ。誰がお前の軍団だ？言って！ここの問題もわからない。ありがとう。しかしワンコはヤマトの世話になりっぱなしだな。慣れさせたぜ。こやつ開き直りよって。デコピン、また泣くか？泣かない。私はもう泣かないことにしたの。お前しょっちゅう泣いてるじゃねえか。あれは泣くまで言ってないでしょ。泣いていると言えるよね、あれは。ワンコは泣き虫だからな。なんだよ、みんなで。ほら、もう涙目じゃねえか。無理するな、豆芝。でも、泣いてるわけじゃないよ。いい
や泣いてるね。お前たちあんまり妹いじめてるとアッパーカットだ。もう入れた後じゃねえか。泣くというのは弱さの証、涙と決別したの。でしょ、涙よさよなら。いや、うん、クールね、ヤマト。クールな私とお似合い。でもクール結構、効率よく進むなら何よりよ。燃えてるな、ワンコ。すごいぞ、マイシスター。モモ先輩は勉強しなくていいの？聞くだけ野暮だったかな。このままヤマトに世話を焼かれ続けるのもいいわね。ずうずうしいことを言ったな。上層、下層、水層、土層、どれがいいワンコ？見相される。冗談よ冗談。また走ってるぜ。はあ、頑張っちゃってるんだ。いつもいつもご苦労さんだね。でさ、俺気づいたんだけど、あの女可愛くない？まあ走り回ってる妙な女だけど、レベル高いな。つうか俺は前からめんこいと思ってた。つうことでさ、あの女が走り終えて疲れたところを車でさらちまおうぜ。おいおい、また危険なこと言ってんな。三人で楽しむか。車ですれ違いざまに通行人殴るゲームも飽きてきたし。じゃあ決まりな。あー、すっげー楽しみだわ。ヒデオ様、よろしいでしょうか。カズコ殿への恋文をしたために手短にな。その和子さんなんですが、いつものように河原で修行中との報告が入りました。出来上がり次第届きに。それと気になる報告が一つ。なんだというのだ。許す、申せ。その和子さんを遠目で見ている不審な男3人組がいるようですが。なんと！一応処置としてはリーに貼り付かせてあります。ここはしても無理だ。人力車を出せ、アズミ。俺だ、入るぞ。ヤドカリ最強。カズコ勉強に来るんだろ。休憩に菓子食わしてやる。冷蔵庫にケーキが置いてある。俺はバイトだ。
しかし最近、お前やけに和子に親切だな。そりゃなんだよ。和子は川上に行ってからずっと夢に向かっているがな。何を今さら。だからこそ川上は強さの純度を保ってるんだ。せいぜい赤点取らせんよう教えてやってくれ。てめえ、悪口と同時に助けを呼ぶとは策士だな。ヤマトは最近ワンコに優しいんで、どうでもいいことでは助けないかな。ツーン。爪が甘えよ、軍師さんよ。お、あの女、トレーニング終わったみたいだぜ。まったく、激しい訓練だな。どんだけ動くんだよ。疲れ切ってるよ。それじゃあ行こうか。シシッ。いやー、しかし悪だよな俺たち。あの子あんなに頑張ってるってことはなんか目標でもあんだろ。じゃあ俺たちはあれだよ、夢や目標の前に立ちふさがる壁、立ち往生しないようにってな。俺たち未成年だから何やっても罪軽いしな。人権が守ってくれるぜ。シシッ。壁など上等すぎるであろう。お前たちは小石だ。あん？我自ら小石をどかしに降臨。何言ってんだこいつは。夢というのは素晴らしい。それに向かって努力する姿は崇高なものだ。邪魔しようとしている貴様らの罪、意味不明だぞ。誰だよてめえ。我は夢を捨てた。故に愛する者の夢を見守る者、夢を妨げる貴様ら全員車輪式を刑に処す。なめるなよ。あ？ギャラクティカパンチ。なんだ今の遅い攻撃は。ダージリンが2杯飲めるぞ。早い。アガッ。何なんだこいつ。鬼強え。成敗。メイドのご案内です。少しリこっち来い。車輪でゴリゴリするぞ。すごく痛いけど永遠というわけではないです。な、何すんだ。俺は未成年だぞ。法に守られてんだ。国家の法を上回る権力の存在を知るがいい。いつもの静かな玉の川辺に戻ったな。あ、クキ君。カズコ殿、今日も練習お疲れ様でした。うん、頑張ったよ。カズコ殿、あなたの夢を我は心底応援しております。どうぞ今のまま前へ前へお進みください。うん。それではまた。なんだったの。かくして和子殿は今日も元気はつらつ。良いことだ。我は嬉しい。
強頑張った分遊ぶぞ。これが日本の祭りか。華やかだな。どうせなら浴衣も着てみたかったな。おお、まったくだ。それが日本のわびさびだぜ。まあ私は見る側に回るし、ガクトの気持ちもわかる。よし、ナンパは川上に遊びに来た外来種を狙うか。だな。今日は人が多そうだ。獲物も多いだろう。早速屋台を回ろうぜ。台風のようにな。あれは矢で景品を得る矢場だな。弓といえばやはり宮古ではないか。自分としては一度宮古のいる姿を見たいのだが。と言ってもこれおもちゃの弓だし勝手が違うけど、それでいいのなら狙撃兵張り切るよ。切るよ。あ、頼む。あの犬のぬいぐるみを狙ってくれ。いきなりリクエスト。いいけど任せて。おお、早速命中した。すごいな。弓で一番大事なのは集中力だと個人的には思う。おお、私も弓矢には疎いので興味があります。何やら珍しい組み合わせで盛り上がってるな。それにしても今年の祭りはやけに人入ってね。ね、固まって動きにくいほど人入るなんて初めて。新入りには都がついてるのか。じゃ、一旦散るか。俺、肩抜きしてくるわ。散るのは斬新だ。私は女の子を仕留めに行くか。同じく上玉の女の子グループを狙うぜ。なあ、モロ。仲間の女性陣見てて目が肥えてるからね。私は食べたいものチェックして回ったから、今からグルメ旅が始まるわ。参加者募集中。お前ら最近べったりだね、ほんと。さあ、じゃあバンバン買っていくわよ。お面を買って装備して気分を高めつつ、やった。それで食べ物のコースだけど、イカ焼きを美味しくいただいて、たこ焼きをうまうまする。焼きそばで小休止しつつ、フランクフルトを頬張るの。綿菓子で甘い世界へ。焼きとうもろこしは醤油をかけて、おでんを欠かすことはできないわ。甘栗をこのクリメン、このクリメンと言いつつ食べて、パイナップルで南国気分になりながら、かき氷でドリンクを取って、焼き鳥でデザートかな。
感じで行くわよ。ゴーゴーゴー。はあ、幸せだわ。小学生の頃ってさ、こういうところで食べられる数決まってたじゃない。お金に限りあるから。でも自分でバイトするようになってからはもう使い放題よ。買いたいものを買う。ほんと幸せ。リンゴ飴美味しい。次はイカ焼き。これも美味しそうだわ。マグマグ、富山のイカね、わかるわ。ほんとほんと、匂いで区別つくんだから。次はチョコバナナ。普段は栄養バランス考えるけどさ、さすがにこういう祭りの日はハメ外しちゃうわ。はチョコをなめとる。私に照れたってどういうことだろう。
ヤマトが私に照れたってどういうことだろう。さあ、皆の努力の成果見せるでおじゃ。成績上位の者は名前が張り出されるでおじゃる。己の力を誇示してみ。試験開始。赤点なぞ取ろう者ならマロが許さん。よいな、赤点は補習で夏休み消滅。心しておじゃれ。プレッシャー、頑張って解かないと。マロがリラックスする歌を吟じてやろう。マロマロマロタンリナマロ。だーもううっさいってもう気が散る。ち、試験に集中できないだろうな。これヤマトに教えてもらった。これもそうだ。よし、なんとかなりそう。あー、脳が疲れたな。お、また一人やってきた。